ワグネリアンは日本の競争馬。主な勝ち倉は2017年の東京スポーツ杯2歳、ステークス2018年の東京優秀、神戸新聞杯。馬名はリヒャルトワーグナーのファンから。2017年7月16日、中京競馬場芝2000メートルの新馬戦で福永祐一の機場でデビュー。セレクトセールの時から高い評価を得ていた。 ヘンリー・バローズに次ぐ2番人気での出走となった。レースは最後の直線でヘンリー・バローズと馬体を合わせ、最後は花差先着して優勝、3着は小馬進行法であった。この競争における上がりサンハロンの32.6秒というタイムは中京競馬場で行われた小馬も含めた全ての競争で過去最速であった。この勝利に対して福永は 満点ですね。言うことなしです。このまま順調に行ってくれるといいですねと高い評価と期待をコメントした。二戦目は、ノジキクステークスを選択、単勝1.9倍の一番人気に押されての出走となった。重ばばとなったこの競争でも、上がりサンハロン33.0秒の末足を発揮して優勝した。次走は、重賞の東京スポーツ杯二歳ステークスに出走。 G.I. 競争6勝馬のモーリスの前弟ルーカスらの対戦となったが2着の同馬に3馬審査をつけて優勝、重賞初勝利を飾った。その後は休養に入り翌年のヤヨイ賞からの指導を目指すこととなった。2018年の初戦のヤヨイ賞では前年に無敗で アサヒハイフューチュリティステークスを制し、JRA 賞最優秀に最後場に選ばれたダノンプレミアムとの対戦が注目を集めた。単勝はダノンプレミアムが一番人気に押され、ワグネリアンは二番人気であった。レースでは先行したダノンプレミアムを捉えきれず日着に、敗れた。中央競馬クラシック3冠の一戦目である、サツキ賞ではダノンプレミアムが、 座席のために回避し、ワグネリアンが一番人気に押された。レースでは3頭が後続を大きく離して逃げる展開となるが、ワグネリアンは中段の後ろで待機。直線の入り口では、バグンの外に進路を取ったが、前との差を詰めることができず、4番手から抜け出したエポカ道路の7着に敗れた。この機場について、福永はダノンプレミアムが回避したことで、 多少強引な競馬をしても勝てると思ってしまったと自身の過信を反省の弁として述べている。続いてクラシック3冠の2戦目である東京優勝に出場。怪我から復帰したダノンプレミアムが人気を集め、ワグネリアンはいずれも自己最低となる単勝12.5倍の5番人気にとどまった。不利とされる外枠からの発想となったが先行集団でレースを進めると ジャノンプレミアムや逃げたエポカドーロラを最後の直線で差し切り優勝。安状の福永は19回目の挑戦で初の東京優勝制覇を成し遂げた。福永はゴールの瞬間もその後帰ってくる時も自分がふわふわした感じになるのは初めての経験でしたと喜びを表すとともに父、陽一が東京優勝に勝てないまま騎士を引退することになってしまったため ようやく、福永洋一の息子として誇れる仕事ができた。いい報告ができます。福永家にとっての悲願でしたからとも述べた。夏は休養にあて、秋は神戸新聞杯から始動。福永がこの競争の前週に落馬不傷、しず骸骨,骨骨折、機能症と診断されたため、普段から調教で帰乗している藤岡幸太が帰乗することとなった。 レースでは、エポカドーロラを破り勝利した。この勝利により、クラシック3巻の3戦目である、菊花賞の優先出走権を得たが、適正が長距離向きではないことから、自走は、天皇賞、秋を目指すと発表された。しかし、神戸新聞杯後は、疲れが抜けきらず、陣営の、まだまだ先のある馬ですし、今は、無理をする時期ではないという判断から、 福島県の農山ファーム天へに放牧へ出され、天皇賞を回避することが決まった。東京優秀に優勝したワグネリアンであったが、この年の JRA 賞では有馬記念優勝など、重賞3賞を挙げた、ブラストワンピースが最優秀3歳母場を受賞した。2019年は大阪杯で復帰。ブラストワンピースら8頭の GI 馬が集まったこの競争で、ワグネリアンは、 単勝4番人気で出走。レースでは中段追走から最後の直線で打ちをつくが勝馬のアルアインから0.1秒差の3着に敗れた。夏は札幌記念に出走。今週に外戦紋章出走を目指す同世代のフィエールマンブラストワンピースも本競争に出走する中でフィエールマンに次ぐ2番人気に押される。レースでは 道中前方の行為に位置取り、直線でも伸びるような雰囲気を見せたものの、落鉄が響いたか四着に終わった。秋になり、天皇賞、秋に出走。同期の三冠品馬、アーモンドアイア、ダノンプレミアム、この年のサツキ賞馬、サーテルナーリアなど10頭の GI 馬が出走する、豪華メンバーとなった。ワグネリアンはこれら3頭に続く単賞を4番人気で、出走。 レースでは、後方待機から追い込んだが、アーモンドアイの5着に敗れた。自走は、ジャパンカップに照進を定め、迎えた同レースは、騎乗停止となった、福永騎手に代わり、川田正宮人の初コンビで挑んだ。先代のダービーバレーデオロと、マカヒキア一昨年の同レース覇者シュバルグランなどが参戦し、ランフランコデッドオリなどの外国人ジョッキーの、来日騎乗も注目を集め、 その中でレーディオロに次ぐ2番人気に支持された。レースでは、スタート後すぐに、後位6番手につけて、直線でも、バグンを割って、力強い伸び足を見せたが勝ち馬らに届かず3着となった。ジャパンカップ後は、有馬記念などの年内の競争には出走せず、休養することが決まった。この年も大阪杯から始動。この競争では、GI 競争を見勝利ながら、 前奏の中山記念で5頭の GI 馬に干渉したダノン・キングリーが単勝1番人気に押される。以下、前年のエリザベス上杯の優勝馬で中山記念では2着だったラッキー・ライラックアメリカジョッキー・クラブ・カップに勝利したブラスト・ワンピース前年の秋荷賞馬であるクロノジェネシスが続きワグネリアンは5番人気だった。レースではダノン・キングリーが 前半の1000メートルを60.4秒で逃げる。展開の中、ワグネリアンは中断を追走する。最後の直線では、ラッキーライラックが抜け出し優勝。ワグネリアンは5着に終わった。続いて、ファン投票8位に選出された宝塚記念に出走。史上最多の GI ッ8頭が顔を揃える中、単勝オッズは7番人気となった。しかし、レースでは、 道悪ババで伸びきれず13着に大敗した。宝塚記念後、不審の原因の一つと思われる喉なりの手術のため、長期休養に入った。8ヶ月の長期休養後、6歳になり、復帰初戦の京都記念は、竹豊に乗り変わり、2番人気となるが伸びきれず5着に、敗れる。続く大阪杯は、吉田隼人が起乗するが、ブービーの12着と大敗に終わった。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。表中のアステリスクは海外で生産された後に日本に輸入された馬を示す。ありがとうございます。